皆さんこんばんは。今ね、夜中の2時くらいかな、2時くらいで、さっきからずっと漫画とか読んでて、で寝ようかなと思ったんだけど全然眠れないので、お腹空いてきちゃって、夜中に。でちょっと今日は夜中のルーティーンみたいな感じで、ちょっと下でなんか食べたりとか、ちょっとその様子をねみんなに見てもらおうと思います。じゃあ多分お父さんがまだ下で編集してんのかな、多分。あ、もう寝てるかもな。あんちゃんどうだろう。じゃあ下に行ってきます。はい、じゃああとは開けたらロッキーいるかな、減るかな。じゃーん、はい、どうも。めっちゃお腹すいた。多分起きてるお父さん。リクの声が聞こえる。Standing underneath the lights. リク。Looking to each other's eyes. Tired snowflakes are coming down. 眠れなくて。あ、ロッキー。あ、ロッキー。ロッキー起きてたんだ。みんなまだ起きてるの。リク。猫こっちにいるよ。うん、お腹すいたから下降りてきた。はい、冷蔵庫あさります。はい、冷蔵庫。いや本当になんもないな、ガチでなんもないな。お腹すいたんだけど。うん、コンビニ連れてってくれるらしい。行きたい行きたい行きたい。うん、急遽コンビニ行ってきます。やった、2時にコンビニ行くのなんてめっちゃ久しぶりなんだけど。はい、じゃあ行ってきます。はい、今ねローソンに到着しました。で早速、あいにくの雨なんだけど、早速いろいろお腹が空いたんでね、買いまくりたいと思います。いやもう何でも食べれる今の時間。もうね太りそうだけど、いっぱい食べたいんで行ってきます。はい、店内着きました。めっちゃ雨に濡れて前髪が。で、どれにしようどれにしよう、超迷うんだけど。今パンコーナー来たんだけど、小麦粉とか絶対太るじゃん。買います。どうしようかな。夜中だからか分かんないけど、ちょっと少ない量が。どうしようかな。フルーツ系も食べたい、スイーツも食べたい。スイーツあった、海の好きな味玉。あ、カゴ持ってきます。ちょっとね、喉痛めてるからアイスはやめとこうかなと思って。うわ、でもめっちゃ美味しそう、アイスも。いやでも喉痛めてる。あった、これこれ、糖質オフみたいな。もち麦パンとか絶対美味しいじゃん。うわ、これめっちゃ美味しそう。待って、買ったの家でね紹介するから、ちょっとお菓子コーナーとかどんどん見ます。あ、全部好き。これか、これか、絶対買う。めっちゃ好きだった、懐かしい。あとはスイーツかな。はい、今ローソンでいろいろ買い終わって、買ったものはねちゃんと家で紹介するんで、じゃあ帰ります。はい、家に帰ってきました。いやね、なんか真夜中の、ごめんなさい、買ってないんだろうっていう。なんか店内変わってて犬のコーナーがなくて、で真夜中のコンビニはやっぱりお昼に行くのと全然違くて、まずテンション上がります。で、いろいろね買ったんだけど、多分全部は食べれないと思うんだけど、買ったもの、まずじゃん、お父さんはこれが目安だったらしいです。チョコバッキー、これ前にもさローソンの購入品で紹介したけど、ガチで美味しいから食べてほしい、シャトレーゼのアイスです。あとはロミネ、ごめんって、ほんとごめん、ほんとにごめん、ごめんね。ロッキーのじゃないんだよ。フルーツミックス、糖質が低いからマジでダイエット向きのやつです。アロエ、みかん、パイナップルが入ってるの絶対美味しいじゃん。で、あと飲みがね、マジでローソンで好きなやつ、半熟くん玉、味玉ですね、半熟の味玉です。で、半熟とそのまま固ゆでのやつがあるんだけど、今日は
半熟派だった。日によって変わる。で、あとはやっぱり夜中だから唐揚げくんとか肉まんとか何にもなかった、一つもなくて、それも食べたかったんだけど何もなかったんで他の買いました。で、低糖質のコーナーみたいなのがあったんだけど、それもほんとすっからかんでなかったんで、まあね、これカルディ、なんと420kcalのふんわりホットケーキ、これ絶対美味しい。で、これ絶対に今食べると小麦粉に糖質が半端ないやつを食べちゃったらやばいと思うので、これは明日の朝食べたいと思います。で、あとはお菓子、果汁グミです。ね、これね、レモン味、食べたことなくて、いつも、ぶどうとかみかんだったから、マジでずっと食べたかったの。で、あとは、避けるチーズ。これね、学校とかでお弁当を、ローソンとかでたまに、改便するときとかに、いつも買ってます。で、あとは、懐かしいなと思って買った、ツインクル。これマジ絶対みんな食べたことあるよね。これ超美味しそうだったから買っちゃった。で、あと飲み物何しようと思って、ドラミ最近喉痛かったり熱出たり咳が出たりとかめちゃくちゃ体調不良で、なので R1 を買いました。これでちょっとでも免疫が上がればいいなと思います。よし、じゃあ食べようかな。あれ僕のは、これボールだと思ってるでしょ絶対。あれ僕のは、ごめんね、ごめん、レイもごめん。レイも待ってんのに申し訳ない。味玉から食べよう。もう3時になるから、やばいよね、もう寝ないと。明日普通に大キャンなのに。うわっ、超美味しそう。ロッキー、これ半熟だから食べれないで。見て。めっちゃ美味しいな。めっちゃいい香りする。いただきます。半熟だから。思ったより半熟じゃなかった。もうね、味が染みてて。めっちゃうまいです。うん、無印コーナーがあってちょっと迷ったんだけど、のみの好きな無印のクッキーがなかったんでやめました。バームクーヘンばっかりだよ。めっちゃうまい。いや、果汁グミ食べたい。これ酸っぱいかな。ね、酸っぱいグミ大好きだから、レモンのグミとかほんと大好きなの。よし、いただきます。うわ、すっごいレモン、絶対美味しいやつ。うん、酸っぱ。え、思ったより酸っぱくて嬉しい。やばい、ダントツでうまい。酸っぱいの好きな人絶対食べた方がいいと思う。で、このフルーツ、アロエ入ってんだって。まあ、アロエよりナタデココの方が好きなんだけど、いただきます。なんかパイナップルも入ってんだけど、みかん食べたんだけどパイナップルの味しかしないんだけど、え、パイナップルの味しかしない、絶対染みついてんじゃんね。あ、でもまあ美味しい。でもうまい。これ食べ終わったら歯磨いておとなしく寝ます。裂けるチーズ食べるとさ、チーズドッグ食べたくなるんだよね。まあ、レイがめっちゃおねだりしてくるけどごめんね。はい、ごちそうさまでした。いやね、意外と味玉とフルーツと裂けるチーズだけでもお腹いっぱいになりました。まあ結構食べたと思ってるし、皆さん、まあ明日朝全部食べます。これめっちゃ食べたかったけど、まあお腹いっぱいっていうのもあるし、ちょっと体があれなんで明日の朝ゆっくり食べたいと思います。明日の朝って言ってももうさ3時過ぎてるからさ、もう朝なんだけどね。はい、じゃあね、ということで今回ね、真夜中に起きて家のもん食べるつもりが急遽ローソンに行っていろいろ買って小腹を満たしました。じゃあね、またこんな感じで真夜中のルーティーンとかね、見たいよと思った方、次は普通にローソンとか別に行かないで家とかでやるの見たいよと思った方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ソロミの SNS のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。